はあ、ウタ、どうしたの？りっくん、なんでもないよ。今日部屋行くの早かったね。バイト疲れた？うん、ちょっとね。そっか、疲れた時は遊びに行こう。逆やろ、疲れとるんやから。ウタ、疲れてるのは体じゃなくて心だよ。心がヘトヘトなんだよ、きっと。実はね、今日も帰ってきてからバイト先から連絡があったっちゃけど、レジのお会計が合わんって怒られてしまった。まあ頑張るんやけどさ。逃げ出したいのに頑張るって言わなくていいのに。え？自分の心に従ってみてもいいと思うよ。だって歌がしたいようにするのが歌の人生だもん。深呼吸深呼吸。どう？落ち着いた？うん、りっくんありがとう。どういたしまして。